はい、速稼塾の久保です。まあいろんな世の中のねお得なネタをお届けしてもう7人になるんですけども、今回もディズニーランドの値引きの方法で、ね、お届けしようかと思います。非常に簡単です。近くにコンビニがあって電子決済の auPay を使っていればそれだけで OK です。ファミリーマートありますか近くに。じゃあちょっとね方法の説明しますんで、ちょっとスライドショーに切り替えます。ディズニーシーのディズニーリゾートか、ディズニーリゾートのチケット 40% 引きで買える方法でございます。はい、ご存知の方いると思うんですけども、ディズニーリゾートのチケットって2020年4月1日からなんとですね8200円になるんですよね。皆さんご存知でしたか？1983年当時ってのは3900円で始まったんですよね。そこからですね徐々に200円ずつ300円ずつと値段を上げながら、ここ5年で一気に1800円のアップということでね、2020年には8200円ということになってきます。まあかなり強気な値上げなんですけども、ディズニーファンっていうのはね、だったらもう行かないってことにはならないんですよね。やっぱり次も行ってしまうんですよ。まあそこでですね、今回はディズニーリゾートチケットのこの値引き 40% 引きで買える場所っていうのをね、こっそりお伝えしようかと思います。まあ今までも何回かいろんなところでね値引きの方法をお伝えしたんですけども、今回はauPay っていうね、電子決済の方法ありますよね。auPay で行われている 20% 還元キャンペーンを使っていく方法になります。使えるコンビニと使えないコンビニがあるんですけども、auPay とコンビニをちょっと組み合わせていきましょう。今回はですね、セブンイレブンとローソンが使えないんで、ファミリーマートと auPay を組み合わせる方法になります。まあ流れとしてはですね、auPay のチャージに 20% 還元キャンペーンの三井住友カード、もしくは MUFG カードっていうものを使って行ってですね、ファミリーマートでディズニーチケットを購入するということになります。まあこれでですね、実質 40% 引きで買えることになりますので、簡単ですからね、ご利用いただければと思います。まあですんで、近くにファミリーマートあると思いますし、それから auPay をね、使われている方、この2つになりますけども、キーポイントはね、使ってみてください。まあちなみにですね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケットを QR コードで、決済して買う場合ってのは、ファミリーマートはダメなんですけども、ローソンのローチケが対応しているということですね。まあそのためにディズニーのチケットを買うならファミリーマート、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケットを買うならローソンということになります。ぜひね、皆様も使ってみてください。まあいろいろコロナウイルスのことでね、人が集まりにくくなったりとか、交通機関移動とか難しい時期ではありますけども、まあ心の隅に入れておいて損はない情報だと思いますので、本日もありがとうございました。